サジ君ね、どこで番号仕入れたんだか。なんか急に積極的だよね。どうしたのかな。あいつは単にバカなの。バッカでーす。おはよう、サジ君。ほら、いた。うっす。何の真似、朝からつきまとって。いいじゃん、いいじゃん、俺の順調じゃん。いらん。カバン持とうか。背負ってるからいい。なんだよ、何拗ねてんだよ、この男は。小泉、お前本当は何か寂しいんじゃねえの。あんなヤバいいたずら、もうよせよな。俺はいつだって相談に乗るぜ。はぁ、あ、何それ。え、だってほら、俺たちって、ほら、イケてる夜を。気持ち悪い、わけわかんないよ、こいつ。さあ、行こう行こう。わぁ、やーい、振られてやんの。身の程知らずが。相談に乗るぜとかカッコつけちゃってさ、はじくせ。あ、あれは、あれは夢。夢、マジに夢、俺の妄想。あのシーンバッサリカットは局の良識ある判断じゃなくて夢ってこと。マジ鋭いんだか、ただのお調子者なのか。あ、バカだっけ。サチ、殺す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 。小泉マジ入れしてる。どうしたの。いつもはクールな子猫ちゃんなのにね。